FM1242 日本放送です。中川家 The Radio Show。 日本放送機の皆様、明けましておめでとうございます。中川家の0時でございます。明けまちおめでとうございます。中川家強しです。どうしましたか。今1分前まで寝てました。どこ行ったんかな思って、ね、見つかれへんから。どこ行ったってそこに寝てたよ。そんな、お前そんな、外出るわけないやんか。そら、1分前って言うてねえから。外で寝てた。すぐそこに、すぐそこやって、見て。真っ赤だったもん、見たもん。あそこね、いつもゲストがね、来るとこですよね。そこで寝てましたけど、ね。はい、3時30分まで生放送。どうでしたか、年末は。年末一緒でしたけども、もう一緒ね、もう仕事まあ仕事ねえやもんね、年末年始ましょね、もう仕事まあ仕事ねえやもんね、年末年始まあ、でもだからね、明けましておめでとうございますが、もうめんどくさい。嫌いなんです、僕言うのがいちいちね。もうおはようございますいいんじゃないですか。まあ確かにね、それは私も賛成。明けましておめでとうございます。なんて後半なんでっていうやつ。もういや長いからさ、挨拶ね。今日なんかでもそうやんか。まあまあ、ここ日本放送今年初めてやから。明けましておめでとうございます。うん、今年もよろしくお願いします。うんうん、でも去年はお世話になりまして、うん、続く時もありますから、ね。あれ9年中は。今年もよろしくお願いします。まあ、ね、お願いしますなんですけどね、もうほんまに。年末はね、うん、31日はルミネ終わってからね、はいはい、何もなくて昼間終わりましたね、夜中の12時ね、うん、明けましておめでとう、うん、終わってからコンビニ一人で行ったとぼとぼ歩いてこうなんですよ。あ、うんうん、誰も、はい、でも誰もいなかったですけどね、コンビニはね。そらおらんわな、そんな時ね、もうシーンとしてましたね。でも救急車が1台走ったから嫌な年末やなとは思いましたけどね。救急車が走るかと思って、うん、でもね、働いてる人もおるわけもんね、その年末、うん、ね、その、まあ、コンビニの店員さんなんかさえもんね、働いて、ね。働いてますよ。だってもう俺は初めて押したもんな、チンチンっていうやつ、レジに置いてる。おらんかった。おらんかったですよね。多分寝てたんちゃうかな、裏で。どれぐらいなんでしょうね、31日のコンビニのバイトで、やっぱ時給は上がるんですかね。うん、ちょっとアップするんちゃう、年末年始は。そうですね。もう1000、今、1200円とかでしょ、時給。何時間ぐらいだろうね。まあでもそうか。まあ5時間ぐらいか。5、6時間。まあ普通の昼間でも1000円超えてるでしょ。あ、今ね。うん。でも昔の話して申し訳ないですけど、うんうん、僕高校生の時なんか550円でしたからね、うん、時給。そんなもんやったか。ほんで、ファミレスで600円やったかな。ああ。フレンドリーね。フレンドリー。みんなご存知だと思います。いや、誰も知らん、知らん。知りません。あれ関西しかないし、関西でも多分今も誰も知らんと思うわ。え、アメリカンステーキのフレンドリー知りません？いや、俺は知ってるけど、ほとんどの人が知らんのじゃん、フレンドリー。あ、そうです。関西の方はね、多分知ってると思いますけど、ね、その時は600円でしたけどね。うん、600円でしょ？だから高くても900円とかね。900円でも、芸人になってか、うん、からか。NSC 行ってる時ぐらいかな、900円僕やってたのは。だからそれまでは、80年代後半とかはそうか、安かったね。そうですね。時給550円ですからね。10時間働いても5500円ですからね。まあ高校生にしては、まあ大きいバイトでしたけどね。お小遣いにはなるけどね。まあそう、31日はそんな感じでした。紅白とか見に行かった？見たよ、紅白。かっこよかったですね、桑田佳祐さんのあれ。あ、なんか僕らみたいな気がするんですけど、ああいうブルースっぽい。やってた。なんか、それにちょっと似ててドキッとしたんですけども、かっこいいですね、やっぱりプロがやると。ちゃうね。あれみんなあれ60代ですよ、あれ。出てきた人みんなかっこいい。世良政則さんなんかもう色気、ムンムンで。すごかったなぁ、エネルギッシュ。おしゃれですよね。なんかかっこいいことしてるぞ、みたいな感じがないとこが余計かっこいいですよね、あのおじさんたちのね。さりげない。ね、さりげないかっこよさがありましたけど、野口五郎さんとかね、いや渋いメンバーだね。渋いよ、ね、紅白はあれですか、一組一組、うん、全部見ていきます。全部、いや見るんよ。うち俺はそんな別に見たないねんけど、家族他嫁とか見たがるから、一応一組一組は見んねんけどね。で目盗んでチャンネル変えたりとかしてますけど。まあ飛ばし飛ばしですね、僕は。飛ばし飛ばしか、やっぱりこう、ね、うん、見ないっていうのもありますからね。そう、年末はそんな感じでしたね。忙しか、やっぱりこう、ね、うん、見ないっていうのもありますからね。そう、
年末はそんな感じでしたね。でもだいぶ若者向けにしてるよね、紅白今も。いやいや、そりゃそうでしょ。そうか、もう俺なんか年いってんねんや。だからその分若者向けちゃうねん。普通やねん、普通やねんそれ今。あ、それが普通か。だから俺らの高校生の時、うん、中高の時に、うん、キョンキョンとかほら、はい、中森明菜さんとか出てきたら親父が、うん、ほら、うん、新聞読んでたやん。そうだ、そうか。もう、知らん、わからんわ、言いながら、なんか見てましたよ。だから、それ、そういう年になってきてるんですよ。わからんねん、もう、若者の歌が。ダメですね。いや、かんわな、ほんまにな。うん、だから、年配は、もうあの、テレビ東京のあの、演歌ね、ずっと。工藤静香さんはね、親子で、娘さんがフルートを弾きながら。何、笑、何、笑、さっき笑ったと思う。弾きながら。何笑何言っ笑さっき笑っお前がさっき笑ったの。違う。今笑ったでしょ。いやいや、笑ってん、誰も笑ってん。ええやんか、親子で。フルートとね。弾きながら。そうや。うん、ねえ、あとあの、剣玉ドキドキしますね、あれ。あ、宮間博士さんでしょ。高知県出身、宮間博士さんですね。いや、ほんま。ドキドキするなあれ。本人に聞いてみたいけどね、もう、剣玉もう、いいんですかどうですかって一回だけ聞いてみたい。いやでもあれ楽しみにしてる人おるからね、やっぱり。ああ、そうか。うん。毎年恒例になってもんね、やっぱりな、風物詩みたいな感じになってもん、ね。僕的にはやっぱり何回もリハやってんやろうなとか、そんな言い方してしまいますよね。そういうのはね。歌に収まらなあかんからね。そうそう。もう変な角度からばっかり見て持ってるからね。そうですね。そうね。なんか素直には見たいなとは思うけどね、ほんまに。そうこうしてるうちにもう眠ってましたけどね、私はもう。眠りに寝た感じですかね。うん、別に正月だっていう感じもね。だんだんでも、なんか正月やなっていう、そういう雰囲気なくなってきたね。昔はさ、朝パッと起きて、ポストに年賀状を取りに行ったらもう子供が、コマ回してたりさ。なんかね、俺の時は。いや、タコね、ゲーラ会と。タコ、ガンガン子供がもう公園でもう、ひしきめ、ひけし、ひし、ひめ、なんちゅうの、うん、こう、ひしめき合う。ひしめき合ってタコあげてたけどさ、もうあんな見えへんようになったね。あの、ポンピングしてますかね。あ、あの、飛ぶやつね、ポンピング。うんうん、あれは散々飛んでたよね、みんな正月。飛んでたね。あれ飛んで、あのポケットにお菓子入れてて、もう、そんな子供いないね。何してんの？なんかね、それ誰かと話しててんな、コマ回してないな、みたいな。誰かと話しててんな、コマ回してないな、みたいな。もう売ってないんかな、今、おもちゃ屋さんで。いや、なんか、あの、なんかすごい、なんかポンと押したらシューって。ベイブレード？あ、ベイブレードか。ベイブレード。みたいなやつか。でもそれ外でやってないでしょ。いや、なんか家の中やな、外はいかん。だからね、走ってる子供見ないんですよね、今。おらんな、確かに。あの、野球やってる子供とか見ないですよね。なんかね、街並み見て、うわ、正月やっていう感じはないな、もう。なんか正月朝目覚めたら、もう表出て走ってなかった、昔。走ってた。なんでか知らんけど。で、公園、うじゃうじゃやってる、子供で。怖いぐらい子供ぐじゃぐじゃで怖かった覚えてんねんけど、もうおっさんとかもうみんなおってタコあげてなんかコマ回してなんかハゴ板、え、今やってんの、ハゴ板で負けた方にあの習字で、え、今やってんの、ハゴ板で負けた方にあの習字で罰とか顔に書く、嘘、もう最近サザエさんでもそれやれへんの。サザエさんでもやってない、やってないの、もう、うん、丸書いて、罰書いてって。あれやってないの、あの、おたふくみたいな顔をこう、目隠しして顔を作るやつとかやってないの。そんな誰がやるんで、笑ってないん、ゲラゲラ。読みないなぁ。カルタも、そら、ね、やってないの、カルタ。カルタ。何カルタ、どれか一個なくなってんねんな。言いがないぞ、言い。読むやつはあんねんけど。そうやね。だからないのよ、そういう。そういうの、そうね、ほんまに。初詣とかもどうだ、どうやったんでしょうね。うん、初詣、まあまあ、有名なとこは多かったやろね、初詣。行った初詣とか、初詣。あの、うん、家の裏にある、ちっちゃい神社。ああ、
があるぐらいで、うんうん、そこがちょっとざわざわしてたぐらい。ざわざわしてた。うん。でもいいねもね、その有名なとこ別に行かんでもね、別に。まあ ね。神社がありゃね。なんか寂しいなーと思ってね。まあね、らしくはないね。らしくない。シーンとしてましたね、うん、正月も。別に車も走ってないですし。ね、そうね。あ、そう、だからよく言うじゃないですか。うん、言ってたじゃないですか。車に貼っつけるあのみかん。しめ縄。しめ縄も、もう見ないですもんね。昔はついてたもんね、あれ。ついてたな。玄関でもついてる？今、玄関は、かろうじてついてるか。なんか、ちっちゃい門松とか、なんか玄関にポンって置けるようなやつ、ね。うちもありますけどね、これ、あの、ちっちゃい、うん、あの、鏡餅ね。それテレビの前にちょこんと置いてるぐらいで。そうか、年賀状も出せへんぐらいですからね、もう今ね。そうそうそう、年賀状。まあ、たまにね、なんか、来たりとかはするけど。あけまして。そう。今、子供でも携帯持ってるからみんな LINE で、こう連絡して。おめでとうか。おめでとうね。うん。スタンプでもつけてみたいな感じやもんな。そうか。ハピーニューイヤーとか書いてないもんね。ハピピーになってるでしょ。ハピピピーニューイヤーになってたりとかしないですか。あと、住所途中まで書いてなやつとかね。合わせたな、こいつみたいな。よう届いたな、やつ。らしくないね、ほんまに。1日でヒットパレードありまして。そうそう、生放送でね。昼前ぐらい。で、2日が神戸なんで、僕1日にもう大阪に入ったんですよ、一人で。前乗りという形でね。はいはい、うん、で、1日の夜はもう、一人ぼっちで。うん、お弁当。お弁当、ね、食べただけです。なんか正月仕様のお弁当みたいな。そういうの。今半のね、お弁当はフジテレビでもらったんで。あ、そのまま。どうぞ、どうぞ、言うて。で、もらったんで。あ、そのまま。どうぞ、どうぞ、言うて。あ、ほんと。1日の朝ね。はい。あの、ヒットパレードのスタッフに、今半の弁当ですってもらったんで、それをそのまま新大阪まで持って行って、で、夜ね、1日の夜、大阪で一人で。まあ、足りひんな思ってコンビニ行って、うんうん、で、レジ袋どうしますか言うて、レジ袋くださいって言ったら、アメリカンドッグ出てきて。なんでこいつどんな耳してんねんと思って。わかりました、言うて、アメリカンドッグボーン出てきて、あ、違います。レジ袋ですって言うて。そこだけ、1日夜喋った。喋った。びっくりした、アメリカンドッグ出てきて。それぐらいですかね。あ、ほな、向こうの、なんか、実家行ったりとか、そういうのはなかったん？奥さんの、こう、実家ちょっと顔出すとか。ないですし、うん、びっくりしたことに、マクドナルドがパンパンで、1日。え？夜やろ？夜。上から見えるじゃないですか、あの大阪のホテル。はい。もう、行列やね。びっくりした、俺。食べなあかんのかなと思った、一瞬。正月って、あ、今そんなん流行ってんのかなと思って。びっくりしましたね。あとだから店が全部休みでしたわ。あ、そっか、1日はそうか。うん、ちょっと店でも行ってご飯食べようかなと思うんだけど、さすがに今ちょっと1日は開けてないね。高島屋のね、いつも楽しみにしてるデパ地下も、まあ、高島屋自体が1日休みなんで。そうや。だからもうお弁当と、もうコンビニのなんかシュークリームみたいなやつ食べたぐらい。甘いやつ。でももうなんだ別に寂しくもなく。なんかもうそんなん、もうほんまやったらもう なくしてほしいぐらいもんね。正月をやる。うん、そう、うん。もうほんまに。いらんもんね。いらん、移動したって人多いし、もう新幹線も、二日の日のなんかシュークリームみたいなやつ食べたぐらい。甘いやつ。でももうなんだ別に寂しくもなく。そうね、もうなんかもうそんなん、もうほんまやったらもう なくしてほしいぐらいもんね。正月をやる。うん、そう、うん。もうほんまに。いらんもんね。いらん、移動したって人多いし、もう新幹線も、二日の日とか巻き込まれたでしょ、帰省に。あ、二日ね。二日も。もうパンパンですわ。二日は神戸でした。神戸。そうそう、神戸行って。でも一日もね、寂しいお弁当とシュークリームちょろっと食ったぐらい、二日は豪勢にと思って、もう、6500円の焼肉昼食べましたよ。神戸で。あ、合間に？合間に。うじゃうじゃ。だからみんな、もうおせちとかもう嫌なんでしょ、多分。二日やもんね。食べてるよね。二日店パンパン、どこも。へぇー。最初、とんかつ食べようと思ってんけど、うん、1時間半ほど並びますけど、よろしいですかって言われて。あそこ、武蔵。とんかつも。そう、焼肉を。焼肉も待ちましたけどね。
待つんや。うん。6500円のランチ。で、あれ、一人で焼いて。え、一人で10。寂しい。二日。10。焼いてもすぐ食べるもんね、一人やから。いや、そうよ。前も言ったやんか。なんか、ああだこうだ言うて、これ焦げてるよとか。はい、これまさにまだまだとか、これも柔らかいうちに食べやっていう会話してるから焼肉は楽しい、うん。そうですね。一人やったらもう。一人やったらもう10分 ?15 分ぐらいで食べて、うんうんうん。で、ちょっと神戸の街をうろうろ歩いて、もう人いっぱいでしたよ。いや、まあそうな、みんなで。みんなだからもう食べへんねんで、今多分家でおせちとか。食べてないか、そうか。作りもせんし、そうか、わざわざ。なんか、うちの母親が30日ぐらいから、作ってましたやん。大きい鍋にね。大きい鍋になんかいろいろ、ああいうこともうないんですよ、今。だから。だからもうおせちも注文とかじゃないですか。ああ、そうね、今ね。もうおせちも注文とかじゃないですか。ああ、そうね、今ね。二段とか三段ちゃうでしょ、今もどんなもん。だからほら、お重をね、ね、うんうん、一日前に出して、なんか、拭いたりしてましたよ、あの実家。そんなんもないんですよ。なんか感じることないよね。だからそういうのがあって、ああもう正月やなとか感じるけどね。なんか酒屋さんから頼んだビールケース、うん、はい、ちょっと多めに積んでるみたいなのないんですよ。ないよね。親戚来るからとかさ。あのお箸も使ってないんかな、あの寿木の木の箸、木の箸でしょ。あれもないんじゃないですか。みんな朝早く起きてみたいな、うん、そう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 、お年玉もらってみたいな、あの向こうの部屋行ってお金確認する子供とかいないんじゃないですか。いくら貯まったとかね。そうね。うん、お年玉もそのバンバン上げることもないもんね。だから我々もそんなに。上げる、そんなもう、なんか、上げる人がもおらん。まあね、我々仕事してますからね、別に。そうそう。ね。だからそんなに正月が楽しみとかじゃないんじゃないですか、皆さん今。なんかもう義務化してんのかな、とりあえず。あの移動してる人とかも、とりあえず正月やから行かなあかんみたいな。ほんまにお寺とかあるか、お寺とか、まあ寺とか神社とか、人多いとこわざわざ、うん、ね、突っ込んでいくわけやもん、ほんまに。まあ、海外ね。あ、海外もそうか、今、いてるか。ね、人が来てたりしてますか。サイパンとか言ったね、ニュース映像見た子供が。まあ、だからまあ今年の正月はまあ、ね、レジ袋くださいで、アメリカンドッグ出てきたぐらい事件ですかね。もうそれ以外何もなかったですね。まさか、まさかの、どう間違えたんやろな。レジ袋ください、アメリカンドッグください。どう間違えたんですかね。店員の頭にとか残ってたんじゃ、ずっとなんかぼーっとしてたんですかね、皆さんね、正月で。なんかぼーっとしてたんですかね、皆さんね、正月で。差し上げようよ、1日ぐらい、ほんまに。ね、人のおらんコンビに行って。わざ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 。酔っ払いも見ないですもんね。あ、そうですね。あ、ほんまやわ。正月ふらふらしてるおじさんとかおばさん見ないですもんね。おったよね、昔。昔おったよ。キャッキャッキャッキャ言ってるおじさん。でも酒飲みながらこう舞台見てたりしてる人おったよ。ああ、そうや、いないわ。もうそんな人いない。おったおったおった。うん、昔ほら、楽屋でもほら、飲んでたやんか。みんなベロベロ。三が日、劇場、どこの劇場もね。ね、飲まされたもんだって。そうそうそう。飲め。先輩に。そうや。俺、フラフラで出てったもん、うん、正月。あれも何かを気になくなったよね、あれ。何を気にか。別にコロナ前からですよね。うん、そう。ほんで、なんかセリフが言われへんのよ、新喜劇の人とか。もうお酒飲みすぎて。ベロベロで。で、帰んねん、途中で。ベロベロで。で、帰んねん、途中で。ねえ、ほんで、島木ジョージさんって方が、あの、舞台で戻して、うわ、ん、それでもお客さん笑ってたからね。笑ってた。正月やから。笑ってたね。うん。あと昔ね、洋七師匠がお鍋やってくれたりとかね。そうですよ、みんな食べろ食べろ言って、うん、劇場のね、ロビーで。もうそんなんもなくなりましたよね。だから寂しいもんだから、ほんまに。シーンとしてますもんね、うん、別に。そう。関係ないですもんね、正月でも。うんうん、ほんまにずーっと、ほんま、なんかね。ついていかれんけどね、そのあんまり賑やかになっても、もう。だってもう、明けましておめでとうございます、反対派。明けましておめでとう、もう来年からもう言わないって決めてます。おめでとうございますぐらいでいいんですかね。でも現場入るとき人に甘いように甘いように入っていくもんね。そう、ずらしてずらしてね、そうね、合わず合わずで、うん、まあ閉じこもりでやって
そうね、会わず会わずで、うん、まあ、閉じこもりでやってましたけど、まあ3日はね、はいはい、あの生放送なんで人の行き来が激しいんでね、やっぱり挨拶とか、うんうんうん、ね、せなダメですけど、まあそうね、うん、NHK ですか、NHK です、ね、いいですね、なんか、うん、正月っぽくて僕は好きなんですけどね、3日のあの番組は、はい、あ、末広亭から松竹座から、松竹座じゃないのか、門坂松竹芸のね、NGK から、僕はもう門坂がいつも楽しみでね、松竹のね、そうなんです、うん、もう正月やなって感じがして、あ、まあな、あの雰囲気ね、雰囲気がもう、うん、あの3日は僕は大好きなんでね、鈴本演芸場でした、うん、あ、そうね、人が誰もいない鈴本演芸表にね、ただ NGK だけはもう、うん、完売御礼らしかったですけど ね、正月から。ほんまにまあ。すごいですね。1000人入んのが、4回ですか、1日、うん。満杯で。ね、お客さんいっぱいけども、楽屋は静かなもんやもんね。ああ、そうなんだね。シーンとしてますね。シーンとしてる。ほんまに。うん、もう相変わらず若手もいろんなとこ回ったりとかね、やっぱしてますから、正月からはもう若手、え、うん、この間誰か12ステージって言ってたよ、誰やったかな、誰やったかな、オズワルドやったっけ、年末、年末急ステか、あ、急ステ、はあ、ほんまに、うん、すごいよ、ね、すごいすごい、もっとあの普段見れない芸人さんもまあ見れるっていうのでね、正月はそうなんですよね、楽しみにね、そういうのもいいですよね、こうあの曲芸とか、そう、大神楽みたいなやつ、ね、ああいうのも見たいですよね、うん、そう、なんかもうめでたいいう感じするしね、ほんまに、まあ、漫才もちろん落語もね、結構見る機会、僕落語も結構好きですね、正月のあのまったりした感じの、うん、あの照明がいいよね、暗くて僕大好きです、あの照明がいいよね、暗くて僕大好きです、ああいうのはやっぱりああいうのもあってもいいと思うんですよね、モノマネとかね、はいはい、漫談とかあってもいいと思うんですね、いいです、ほんまに、お正月はね、お正月はもうほんまにもう毎回もうだんだんこう静かな正月になっていくんでしょうけどね、年々そうですね、もう、うん、みんな普通になってきますからね、うん、そうね、だから来年の正月はどれだけ明けましておめでとうございますと言わないっていう、うん、どれだけ言わずに過ぎ去るかっていうのね、後輩の芸人さんもいっぱい挨拶来られますよね、いやみんなそこに留まってないんですよ、うん、あっちこっち行ってるからね、なるほど、なんか神戸も一人で焼肉を食べに行くっていう感じ、あ、そうです ね、みんないないですからね、誘ってもねおれへんしね、また今年は剛さんビッグイベントがあるやないの、何がですか、もうこれは何ですか、誘ってもねおれへんしね、また今年は剛さんビッグイベントがあるやないの、何がですか、もうこれは何ですか、これ、なんで知りません僕、え、2月2日木曜日夜7時からね、ロフトナイン渋谷弾き語りですね、いつもやってるとあのケンさん、水玉のケンさんとそれを置いてたんですか、それは自称課長の小本くんと、もう2月節分か、2月、あ、3日か節分、まあ節分だからのええねんちゅう話ですけど、すごい、もう2月にもう準備、あ、そうですか、ありがとうございますいやもういいですよ、大丈夫、ええことないって、いっぱい、そら強さんはええかもしれんけど、ケンさんからしたらもう、そらもうケンさんそらもうケンさんからしたら来てもらうの困るしやね、そうですか、そう、もっと大きいとこでね、こう今後やるかもしれんし、はい、そうですね、まあ、やりますんでよろしくお願いしますということで、ね、ほんまにね、はね、こんなもう年末のイベントとかになったりする可能性もあるもんね、この弾き語りが、ね、弾き語りカウントダウンとか、まあこれはもう遊びみたいなもんでまあ来れる人があったらもし来てくださいという、まあ、それぐらいのことです。2月2日夜7時からです、はい、ロフト渋谷で、ロフトナイン渋谷で、うん、ライブハウスか、そうですね、ライブハウスで、はい、でこうやって、うん、あ、なるほど、はい、はい、そんな感じですね、ありますね、お願いします、皆さんぜひということでございますね、はい、はい、正月お餅食べましたか。いや、お餅はまあ30日食べたんかな。30日。なんかありま、大爆笑ってあったでしょ。あ、ありました。有明。もう間あれ5時間やで。5時間です。5時間超することなかったですね。有明なんでね、特に。そう、有明場所がね。そう、有明ガーデンやから。
安代とも2回ステージやるんですけど、そうです、もう何もないで言われてみんなにじっとしときって言われてじっとしてましたけどね、30日でもあれも7000人の2回ですからね、1万4000人みっちり、ね、た席増やしたみたいですからね、あ、増やしたの、そう、ああ、それはすごい。すごい。だから7000人、うん、まあ正直やりにくいんですけどね。まあまあ、まあ、本当はね。いや、もうこれもう。ワン、ワンってなるよ、声が。はい。なんでやねん、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 やねんってなるよ。うん。だからちょっとね。やっぱ赤いね、この芸人根性で、やっぱ張り切る癖があるから、そんだけおったら、なんかこうやらなってみたいな。テンション上がるんですね、人が増えるとね。上がってんねんけどね。4回ぐらいまであったかな。いやいや、もっとあった。5回。5回。席あったよ。上からずっとね、ちょっと円形になってて、で最後ね、うんうん、エンディング3組僕らと安友と、はいはい、うん、もう一組若手ロングコートダディやったかな、一回ここだけは写真撮っていいですよってか、どうも恥ずかしくていや俺らちゃうやろこれって思うイグジットとかおったで、さっきおった霜降りとかおったいや俺らちゃうやろここと思いながら、しゃあないやん、写真タイムです、うん、言われてじーっとボケーっとしても全然フラッシュ引かれへんしなんか一応出すねんな、お客さんも義務感でな、一応携帯出すねんけど、この出すねんけど分かるやん、携帯こっち向いてないの後ろのバックのなんかこうセット取ってんねんな、あれ、うん、あれが恥ずかしかったなどうぞ皆さん写真タイムですよって、そんなジジイがそんな俺からしたらね、そら撮ってもった方が嬉しいけど、そんな絶対俺らじゃないもん第一番と、そんな写真は写真用のタレント呼んでこなかったね、あれね、ノリに乗ってる芸人をバンって前に出すとかね、そういうのに、ね、お雑煮味噌なのかこうね、おすましなのかとか言ってなんか言ったよね、何数年前とか、うん、食べてなかったとか、その時ちょっと食べたぐらいかな、うん、ね、あとは食べてないですね、食べずね、そら、まあ、ほんまに何でもありますから、うん、今ね、ほんまにそうですよね、2日からも空いてるんですからね、うん、なかなかね、はい、まあ本当にもう年々多分年末年始はほんまに普通になっていくと思います、うん、我々ぐらいの ね年齢になってくると、じゃあ行きましょうかね、はい、2時間30分生放送スタートです。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready? The Radio Show! We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado,Let's dive into it. Are you ready? The Radio Show! どうもこんにちは、ザラジオショー金曜日、中川家のレイジでございます。よしです。さあ、このザラジオショー、笑いをテーマに午後1時から3時30分まで2時間30分の生放送、月曜日から木曜日はナイツと曜日替わりのパートナー、土曜日はサンドイッチマン、そして金曜日は我々中川家と、パートナーはこの方でございます。日本放送東島入りです。よろしくお願いいたします。本年もよろしくということですね。今明けましてを言わないように言わないようにいいですよ怒られるんでね。どんでもない。東島さんはどこ、意外と逆行するようにおせちを食べ、あ、いいですよ、お雑煮を食べ、はいはい、親戚の子供は背中にのぶろし、いいです、お年玉あげる、あ、そうです、そうです。で ということは、あの飛行機乗ったんですね、31日かなんかに。はい、31日に。いっぱいでした。いっぱいでしたね。いいな、ちょっとね、戻ってきてる感じがありますよね。実家はね、ずっとテレビがついてるので、はい、どこの部屋にいても、うん、中川家さんの出とるよとかサンドさんの出とるよとか、なるほど、呼び出しがかかるんで、ね、正月っぽくていいですね。まだお誕生日でしたありがとうございます、ね、1月で、そうですよ、お祝いしていただいて、いいえ、とんでもございません。レイジさんからは、はい、多分クイズ正解は東島を参考に、はい、梅酒をいただきまして、はい、うん、剛さんからは、はい、買い占めたぐらいの量の黒豆茶をいただきました
いいえ、どうも。あれ置いてたらそうなんですかね。そうなんですよ。なんかスポンサーでもできたんかなと思ったら1年はいけますね。ありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。そんな、もう一方のスタッフの方もまさか今日誕生日やったんですね。そうなんです。 AD をいつもやってくれてます中村さんが。申し訳ない、ね、ちっちゃい声で僕今日なんです、はい、あ、じゃあ我々、ね、サインでも。サインね。わー。サインです、ね、ありがとうございます。申し訳ない。さて金曜日はリスナーの皆さんにメールで参加していただきます。今日のメールテーマこちら、寝放送です。中央事務所よりクレジットカードをご利用した経験のある皆様へ、クレジットカードのリボ払いにも過払い金があることをご存知ですか？なぜならキャッシングのリボ払いのお支払い時に利息を払いすぎているからです。有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。現在リボ払い経験のある方々に現金が返金されています。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認ください。周りに知られることもないし、しつこい営業電話もありません。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。0120-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。さあね、オープニングでね、まあお正月の話とかありましたけど、メールが来ております、はい、この方は中央区の熊太郎、保育園に勤めています。お二人が言うように羽子板で負けたら顔に罰印を書きはしませんが、保育士が用意した罰シールを貼って遊んだりはしますよ。 あ、かわいい。あと駒回し大会も近隣の保育園と声を掛け合い年長さんが勝負します、うん、お福さんの顔を作るのももちろんやりますよ、たこ揚げもただの広場や公園で子供たちと揚げて楽しんでおります。ぜひ見に来てください。キャッキャッキャッキャ言うてやってんでね、こういうのもやってるところも。タコがね、引っかかって取れへんとか、うん、こういうのがね、はい。さあ、この方ブサイクルショップさん、足立区の方。お正月のタコ揚げですが、ここ2年ほどコロナの関係で若者の間で人気が出てきているそうですよ、うん、隣にもタコ揚げしてる子供はいたかもしれません。うん、たまたま我々は見てないというだけで、ね、そういう、あ、そういう空き地がねないですからね。公園行っても、うん、もう中止ですからね。そう、この時代公園でボール遊びができないというような時代ですからね、はい。この後もメッセージをお寄せください。今日のテーマは年末年始の話です。 ngk@1242.com でお待ちしています。富山城美薬の浜口です。膝、腰、肩などの関節痛、神経痛にお悩みの皆様、2分間だけ私のお時間をください。そしてメモのご準備を。痛みに効くお薬をなんと半額で紹介します。人生100年時代、日本人の平均寿命は右肩上がり。嬉しいと、要介護、要支援者の数はこの20年でなんと3倍に増え、2021年では686万人にも及びます。要介護、要支援になるきっかけは関節疾患や骨折、転倒などが多く、平均寿命が伸びる一方で膝や関節の痛みに悩む人は多いようです。健康的な生活を送るには足腰の関節大事ですよね。そこで膝、腰、肩などの関節痛、神経痛に飲んで効く良心 JV 錠。良心 JV 錠は痛みに効くことにとことんこだわりました。痛みによく効くとされる薬品有効成分合計6つすべてを承認基準の最大量配合。今感じるその辛い関節の痛みに効いてくれます。飲みやすさにもこだわり、服用回数は1日1回、いつでも OK です。まずは痛みを緩和し、健康的な日々をお過ごしいただきたいと思います。北陸富山の薬品量、31日分入った本商品、通常価格、税込み4180円のところ、初回限定特別価格、半額の税込み2090円でお届けします。お問い合わせは、0120-58-2345 58-2345
2345富山常備薬まで。お電話1本でご自宅までお届けします。第3類薬品です。使用上の注意をよく読み、用法用量を守ってお飲みください。お届け返品送料についてもお電話で。時刻は1時37分になるところです。日本放送交通情報です。警視庁の前田さん、お願いします。はい。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で6キロの渋滞です。県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは警視庁の前田さん、お願いします。はい。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で6キロの渋滞です。県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは海老名ジャンクションで2キロの渋滞です。関越道は雪のため、水上インターから北側の区間はタイヤチェーンまたは冬用のタイヤなどの滑り止めが必要です。一般道路は埼玉県の国道299号線が秩父市寺尾で事故のため両方向とも通行止めです。神奈川県の国道1号線は横浜市鶴見区北寺尾交差点で事故のため下りが1キロ、上りは500メートルほど渋滞しています。日本道路交通情報センターの前田でした。前田さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時25分頃お届けします。スポーツ伝説のナビゲーター滝光の裏側には隠されたドラマがあります。スポーツを彩る様々なストーリーと感動を伝えていく番組、スポーツ伝説は月曜から金曜の夜9時50分からです。田中美和子でおま。鶴光の噂のゴールデンリクエストでは新年早々リクエストを募集中。前髪を切りすぎたのなんでもええんでし。美和子はね、お餅焼いててぷくっとしてるの見てたら焦げちゃった。師匠、文字がないわ。新年早々怒られました。鶴光の噂のゴールデンリクエストは今日夕方5時30分から。中川家のレイジーです。強しです。この時間お届けするのはこちらのコーナーです。ラジオ CM を作ろう大賞2022。CM を作ろう大賞2022。さあ、このコーナー、架空のお店、商品、企業のラジオ CM を勝手に作ろうという企画でございますけども、前回ね、時間がなくなりまして選べなかったので持ち越しで、今回は2022年に作ったラジオ CM の大賞を決めていこうと思います。リクエストがね来てます。前回はね、中川家の特大寄せとゴッドピッタン EX 西原マーケットをね紹介したんですけども、まだ違うのも来てますんで、この方は港区のカズピーさん。3月に放送されたお団子の中川屋の CM が忘れられません。まさか新風亭一之輔師匠がナレーションしてくれるとは思っていませんでした。今年のベストだと思います。いはい、カズピーさん、行きましょうか。この団子、はい、はい、それでお聞きください。どうぞ。うわーだ団子だ、団子、うん、怖い、怖い、怖い。みたらし団子、怖い、怖い、怖い、うん、怖い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 、おい、おい、あいつ怖い、怖いって言いながらみんな食っちまったぞ。おい、お前が一番怖いのは何だい。あー、最後は渋いお茶が怖い。お団子、中川屋。渋。あー、何回聞いてもこれはもう、ね、渋い、鳥肌が立ちますね。一之輔氏はこのおだ、まんじゅう粉はやらないって言ってましたもんね、これね。やったことがないって言ってましたけど。なるほど。さすが、見事でございます。さあ、続きまして、横浜市のにぎりどりさん。2022年ラジオ CM 大賞ですが、5月27日放送の中川オリエンタルホテルをもう一度聞きたいです。うん。様々なホテルに泊まられてきたお二人のご経験が垣間見える CM だったと記憶しております。むけない卵を、今一度ということで。それでは、はい、お聞きください。どうぞ。ヨーロッパの街並みをモチーフにした。それでは、はい、お聞きください。どうぞ。ヨーロッパの街並みをモチーフにした優雅なホテル。扉を開けるとすぐベッド。隣の人の
息遣い。窓を開けると目の前は壁、うん、白い櫛と白いコップ。ベッドから足がはみ出ます。朝食はロールパン2つとむけない卵。むけない卵、むけない卵。シングル1000円、ダブル1500円、スイート3000円。ここは都会のオアシス、中川オリエンタルホテル、中オリエンタルホテル。おお、いい。ビジネスホテルのね、CM でございました。はい、もういっぱい来てますんで紹介していきたいと思います。この方は草加市のナッピョンさん。おもちゃ屋ですね、これ。パピプペポポポ。今年も1年間お笑いありがとうございます。来年も楽しみにしております。じゃあこれ聞いてもらいましょう。パピプペポポポでございます。どうぞ。行こうよ。うん、行こう。ちょっと行きますか。行きますか。行こうぜ。おう、行こうぜ。行きますか。行きましょうか。子供から学生、おじいちゃん、おばあちゃんまで、楽しいおもちゃのパピプペポ。パピプペポポポ、パピプペポポポ、パパパピプペポパパパプペポパパパ。パピプペポポポ、パピプペポポポ、パパパパピプペポパパパ。今日は休みです。ズコー。うわ、もう。パピ。いや、そこまでガシャンやなんで、いい、怖いから。めっちゃ割れてたやん。おー、多重録音がもう、不協和音すぎて、もう。そうですか。いいね、いいですね。ですよね、やっぱりね、子供の声がね。うん、さあ、この方、足立区、波乗りトマトスさん。コロチキナダルさんに声優を務めてもらった、いっちゃってるガムを推薦します。じゃあ、それでは聞いてもらいましょう。どうぞ。車の運転中。ああ、眠い。受験勉強。ああ、眠い。会議中。ああ、眠い。そんな時には。しすぎると逆に眠くなって。やっべぞ。やっべぞ。やっべぞ。ほんまにやってそうやね。やってそう。ナダル。どっかでやってそう、ナダルがね。いいですね、これね。じゃあ、あと一つですね。ムーチョフさん、神奈川県横浜市の方。夏はひまわりの歌が流れていた中川フラワーパークの CM が好きです。うん、中川家のラジオショーを初めて聞いた時がこの回で、コーナーの趣旨もよくわからないまま、夫と二人でこのゆるい歌は何とケラケラ笑っておりました。というわけで、中川フラワーパークでございます。どうぞ。春はチューリップ、夏はひまわり、秋はコスモス、冬はライトアップ。ジェットコースターにバーベキュー、大人も子供もおじいちゃんもおばあちゃんも。ハカンスちゃんも待ってるよ。ハカンスちゃん。ハカンスちゃんも待ってるよ。ハカンスちゃん。バカンスちゃう、ハカンスや、ロマンスちゃう、バカンスや、中川フラワーパーク。うわー、ありそう。千葉テレビとかでやってそう。千葉テレビやってそうですね、全部。いろいろリクエストいただきましたけども、ここで、CM をラジオ CM を作ろう大賞、ね、2022を剛君に決めていただきたいと思います。なるほど。いいですか。はい、それではお願いいたします。ドロロ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 ロドン。はい。パピプペポポポ。ああ、おめでとうございます。パピプペポポ、おめでとうございます。強さんが作ってるもんね。そうですね。私がパピプペポポポの CM に。CM ね。やっぱ子供には勝てないというとこが出ましたけどね。はい。さあ、というわけで今年もラジオ CM を作っていこうと思います。架空の商品、名前、架空の企業の名前などを書いてみます。架空の商品、名前、架空の企業の名前などを書いてメールで送ってください。受付メールアドレスは ngk@1242.com、ngk@1242.com。懸命にラジオ CM と入れていただけると助かります。たくさんのご応募お待ちしております。
ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った方の感想をご紹介します。私はデパートのカードでキャッシングをしました。夫が急に亡くなったため仕方なく。返し終えたのは5年前。過払い金は借り入れが少なかったため関係ないと思っていたんですが、間違っていてもいいかと電話を。そしたら100万円を超える過払い金がありました。このようにクレジットカードのご利用経験者に現金が戻るかもしれません。あなたも対象か無料でご確認を。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。伊集院光です。田中修平。伊集院光です。ラジオの道路交通情報を聞いてると、事故や故障による渋滞って本当に多いんですよね。巻き込まれた方はもちろん、巻き込んだ方も相当辛い。だから定期的に点検整備をしておきましょう。車の点検整備は、国の認証を受けた整備工場へ。自動車整備振興会です。司法書士法人中央事務所から現金が返金されるかもしれないお知らせです。自分には関係ないと思わず1分ほどお時間をください。あなたの財布のクレジットカードから現金が返金される可能性があります。どういうことかというと、キャッシングの返済時、知らないうちに利息を多く払ってしまっていて、それが現金として戻ってくるという話なんです。そんなうまい話あるわけないって思いますよね。でも実はこれ、法律で認められた本当の話なんです。スーパー、ネットショッピング、交通系、コンビニ、銀行のカードも対象です。手続きをご依頼いただいた場合、カード会社とのやり取り、難しい手続き、すべて中央事務所に任せることができます。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。まずはあなたが受け取りの対象なのかだけでも試しに電話で確認してみてください。確認後はすぐに電話を切っていただいて構いません。周囲に知られることもなく、しつこい営業電話もありません。クレジットカードをお持ちの方は無料の確認ダイヤル 0120-10-10-10 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 にお電話を。続いてはハロー神奈川、神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局の田中さん、お願いします。はい、こんにちは。今年もお世話になります。ではお伝えします。はい、二宮町の吾妻山の山頂では、年明けから早咲きの菜の花の絶景を楽しむ人たちでにぎわっています。菜の花の町二宮では、町の至る所でたくさんの菜の花が植えられているんですが、特に人気なのが吾妻山の山頂です。こちらには6万株の菜の花が12月の下旬頃から咲き出して、相模湾と富士山と菜の花を360度で眺める景色が最高です。神奈川花の名所100選、関東の富士見百景にも選ばれています。吾妻山への登り口は何通りかありまして、二宮駅から近いところからですと山頂まで歩いて25分くらい、標高約136メートルの小高い山ですので、チャレンジしてみてください。また明日の1月7日土曜日から2月12日まで、吾妻山菜の花ウォッチングが開催されます。街の中の見どころスポットやフォトラリー、駅からのハイキング、祭り囃子の演奏などイベントがたくさん企画されていますので、ぜひこの機会に二宮町にいらしてみてください。横浜のスタジオから田中久恵がお伝えしました。田中さん、ありがとうございました。辛坊治郎です。太平洋横断の記録が本になりました。目標生きて帰る、奇跡的に生き延びましたけどね。もう最後は神奈の記録が本になりました。目標生きて帰る、奇跡的に生き延びましたけどね。もう最後は神奈みたいね。もうほら、辛坊治郎風のことは風に問え、太平洋往復横断機は扶桑社から発売中。呼んでちょうだい。
時刻は1時51分です。日本放送ニュースです。ニュースデスク森田さん、お願いします。はい、お伝えします。まず地震速報です。先ほど午後1時44分ごろ、石川県能登地方を震源とする地震があり、石川県で震度4を観測しました。この地震による津波の心配はありません。各地の震度は、震度4が石川県珠洲市、震度3が石川県輪島市能登町となっています。このほか新潟県から長野県までで震度2を観測しています。午後1時44分ごろ、石川県能登地方を震源とする地震があり、石川県珠洲市で震度4を観測しましたが、この地震による津波の心配はありません。この地震について気象庁は緊急地震速報を発表しています。アメリカ議会の下院は5日議長選挙を再開し、選挙開始から3日目に入りましたが、この日も選出できず異常事態が続いています。5日は多数派で議長就任を目指す野党共和党トップのマッカーシー議員が、反発する党内の保守強硬派を切り崩せず、通算11回目の投票でも過半数の獲得に失敗しました。議長を選出した後にしか議員の就任宣誓もできないため、下院は機能不全に陥っています。議会は休会となり、6日正午、日本時間の明日午前2時に再開します。次に、ウクライナ側から岸田総理大臣に対し、ウクライナ訪問の要請があったことについて、松野官房長官は今日の記者会見で、適切な形で対応していくと述べました。両首脳間においても、これまで累次にわたる首脳電話会談を通して緊密に意思疎通を行ってきています。本年は G7 議長国であることも踏まえつつ、引き続き日本として適切な形で対応していく考えであります。松野官房長官によりますと、岸田総理のウクライナ訪問の要請は、現地に駐在する松田邦典大使が4日にウクライナのイエルマーク大統領府長官と会談した際、持ちかけられたということです。厚生労働省が発表した去年11月の毎月勤労統計調査によりますと、物価上昇を加味した実質賃金は、速報値で前の年の同じ月と比べ 3.8 で、賃上げへの環境整備を行うと述べました。物価上昇に対する最大の処方箋は、継続的な賃金上昇を実現することであります。関係省庁としっかり連携を図りながら、まさに構造的な賃上げが行える環境の整備、これを図っていきたいと思います。次に、今日午前8時ごろ、茨城県笠間市の JR 常磐線の踏切で、軽乗用車が上りの普通列車と衝突し、大破する事故があり、警察によりますと、軽乗用車の2人が意識不明となっていましたが、死亡が確認されました。1人は成人、もう1人は未成年の可能性があり、警察が詳しい身元や事故の状況を調べています。一方、 JR 東日本によりますと、電車の乗客乗員およそ500人に怪我はなく、全員避難させました。また常磐線や水戸線はこの影響で上下線の一部で運転を見合わせています。おしまいに、大相撲と電車の乗客乗員およそ500人に怪我はなく、全員避難させました。また常磐線や水戸線はこの影響で上下線の一部で運転を見合わせています。おしまいに、大相撲の横綱照ノ富士が、あさって初日を迎える初場所の休場を決めました。照ノ富士の休場は3場所連続です。去年10月に手術を受けた両膝の回復が万全ではないとみられます。今年の初場所は125年ぶりの一横綱一大関という事態で、出場する力士では大関貴景勝が番付最高位となります。また新型コロナウイルス対策のガイドライン違反で一場所出場停止処分を受けた幕内逸ノ城も初日から休場します。この時間のニュースは以上です。森田さんでした。ありがとうございました。好評につき再演決定。秋陽子プロデュース宇崎流動コンサート風のオマージュ2023、4月14日東京国 C、ただいまチケット先行予約受付中。お問い合わせは0570-550-799 共同東京まで。さあ、
それではテーマメール紹介したいと思います。テーマは年末年始のお話でございます。この方、茨城県のラブさん、明日娘の中学受験です。おお。そのため初売りも親戚へのお年始の挨拶も行かず、近所の神社にそっと合格祈願をしてきました。明日は精一杯美味しいお弁当を作って娘を送り出したいと思います。娘頑張れ。ちょっと早めですね、受験にしては。で、ね、で2月やもんね。そうですね、ちょっと早めの、ね、だから正月どころではないというね。ドキドキします。もう僕ももうその中学受験の、うん、もう経験者の親としては、もうね、ほんまに3つぐらい落ちてますからね、子供。もうあの時のもう声そっか、もう今なんかあんま見に行くとかないもんね、もう全部。もうそうですよね、ネットでね。ネットでね。だからあの、あれや、指でやりましたよ。隠して。隠して。若い気持ち分かります、本当にね。あれね、もう時々、まあ親も時々の、本人が一番ね、大変やろうけどね。ただ高校受験もあるからね、まだチャンスはまだいっぱいありますからね。まあ、そうね。もしあれやったとしても。いやそ、まあぜひね、頑張っていただきたいと思います。はい、この方は、奈良県生駒市の物影トカゲさん。生後2ヶ月になる息子を1日中抱っこしている間に気づいたら年末年始が終わってしまいました、うん、おむつを替えてもミルクをあげてもほぼ1日中泣いているので、夫も私もヘトヘトですが、可愛い息子と一緒に無事に年末年始が過ごせてよかったです。子供が一人でもこんなに大変なのに、剛さんのところみたいに双子や子供さんが何人もいるご家庭はすごいなと思います、うん、今じゃもう無視ですよ。え、そんな可愛い双子ももう無視です。無視無視、え、無視です。年末年始の無視切ない。この後もメッセージお待ちしています、はい、挨拶します。せーの、ピースオブピース、ニックです。11人組日韓合同グローバルグループの僕たちニックのポッドキャスト番組がスタートしました。はい、番組名はニックザワールド。毎週金曜日に最新回が公開されています。詳しくは日本放送ポッドキャストステーションでチェック。聞いてね。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、実はこれらの対象者の約5人を受けていません。特に現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方は注意が必要です。自分は対象じゃないと思っている方でも給付金を受け取れることが多いので、確認はとても大事です。まずはあなたも対象かご確認を。この給付金には請求期限があります。手続きをしないと損ですよ。前から気になっていたは今日で終わりにしましょう。お電話は 0120-70-7000番 70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。市川を中心に千葉県下に広がる車のデパート土屋自動車では、ただいま初売りセール開催中。茂原、東金、成田、千葉北、市川、新小岩、全店1200台展示販売。良い車が安い。車選びは土屋。土屋自動車に行ってみよう。ラジオショー2時です。
午後2時を回りました。中川家の0時です。強しです。日本放送東島入りです。中川家ザラジオショー笑いをテーマに東京有楽町日本放送から3時30分まで生放送でございます。それでは2時の強めのさんのお天気です。よろしくお願いします。おめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年は私の年ですね。うさぎですから。ああ年女と言えばいいんでしょうか。大騒ぎされてかかったは晴れですね、はい、いい天気、はい、風もさほどは吹いておりませんが、はい、いい天気ですね。いい天気ですか。よかったです。はい、よかった、はい、うんうん、ね、気温の年女ですよね。気温の方あいそうね、はい、気温の方あいそうね、はい、気温の方が気温の方が 8.1 度、湿度が 40.6% で、vươn cao